どうもドズルです。はい、ということで本日もこちら雑談動画のお時間でございます。毎日テーマを決めて、いろいろおしゃべりしていくこちらのコーナー、今日のテーマは炎上についてでございます。ここ1年でね、 YouTube 上の炎上っていうのがすごいなんか増えた、気がします。あの原因はいろいろあると思うんですが、私もね、あの他人事ではなくて、この1年ぐらい前かな、ちょうど1年ぐらい前に、人生で初めての炎上をいたしました。まあ今日はその話は置いといて、あの炎上についての私が考えていることを話していきたいと思います。でね、なんかこう必要以上にね、最近燃えてるような気がするんですよ。燃えてるっていうのはこう、まあ、もちろんね、 YouTuber 側に火があったりだとか、まあいろいろこう騒ぎを起こしてしまう、他人に迷惑をかけてしまう YouTuber がいることは確かで、その人たちが叩かれるのはもちろんあの当たり前のことなのかもしれない。だが必要以上に、叩いてる人が多いなっていう肌感でございます。あのその人のこと知らない人もなんかその騒動で知って、炎上したからその人のこと調べて、なんかえみたいな、一緒に叩くみたいな、弱い者いじめみたいな炎上が増えてきているなっていう感じがしてますね。で、こう炎上ってね、こういいことがあんまりないなと思っていて、もちろんその YouTuber のメンタルダメージもすごいものですし、それをきっかけで辞めちゃったりだとか、辞めざるを得なくなったり、休止せざるを得なくなったり、あといろいろこう尾を引くようなね炎上もありますし、まあもちろん原因はね、その YouTuber が作ってたり、もうめちゃめちゃ他人に迷惑かけてたりすることも多いんで、まあ、そうせざるを得なかった人はその人に責任があるのかもしれないけど、それってでもこう YouTube を楽しく見てる人たちにとってこうプラスなのかマイナスなのかって考えると、やっぱりマイナスなのかなと思います。でやっぱ燃えやすい環境だと YouTuber もね、攻めた動画を撮れないんですよ。まあ、もちろん前提として言っておきますよ。前提として犯罪だったり他人に迷惑をかける行為っていうのは良くないですよ。良くないんでやるべきではないんですが、こうなんかね、例えばこういった動画、この動画も結構攻めてると思うんですよ。いろいろ自分の考えをベラベラ喋って、あの毎日結構際どいね際どい発言してるかもしれないんですけど、まあ、そういった動画を上げづらくなっちゃうんですよね、批判を恐れ出すと。で一回炎上してしまうと、なかなかこうね、批判に立ち向かえなくなるっていうか、こう炎上を恐れてる YouTuber さんって多いんですよね。実際に一緒に飲んだり、こう話を聞いたりすると、まあ、ちょっと炎上が怖いからとか、こうすると炎上するかもしれないみたいな、炎上を恐れてこう本来やりたいことができてない人は多いなっていう感じがします。で発言とかもやっぱマイルドになっちゃうんで、こう意見がなかなか、その人の意見とか考えとかを表に出さなくなっちゃいますね、炎上やっぱ恐れてると。といったところで、最近私がね雑談動画を始めた理由っていうのも実はそういったところにあって、なんかもっと自分の考えとかをこうしっかり動画として言った方がいいなと思って。私は一ゲーム実況者ですけど、まあ、その人間として考えてることだったり思ってることっていうのをもっともっと発信していって、それで批判を受けても、まあ、それはそれでいいかなと、批判を恐れずにやっぱちゃんと自分の考えとか思いとかを伝えていかないと、だんだんこうなんて言うんだろうな、こう一実況者で終わっちゃうなっていう気がしてこの表現が正しいかどうか分かんないけど、まあ、批判を恐れて炎上を恐れて終わっちゃうのは嫌だって私は思ったので、まあ、最近はこう自分の考えとかをもう批判を恐れずに、まあ、ちゃんと発信していこうかなと思います。で中にはやっぱりね、あのこの雑談とかちゃんとこうズバッと言うことを好きって言ってくれてる人も、中にはいるので、まあ、そういった人たちが少しずつ増えていけばいいなと、いう感じでこの雑談動画っていうのは始めました。ということで、ちょっと話が逸れてしまいましたが、今日のテーマ炎上について、まあ、これでも解決しようがないよね。炎上でさ、こうやって炎上を楽しんで愉快犯みたいにこう野獣回してる人たちに対してやめてって言っても多分やめないと思うんですよね。で今後も多分炎上っていうのはどんどん激化していって、まあ、いろんな YouTuber さんがこうメンタルダメージを負ったりだとか、まあ、不要にこうどんどんね、YouTuber 自体がこう引退したりっていうのも事件としてあると思うんですが、こればっかりはどうしようもないのかな。だからもしこれを聞いている YouTuber さんがいたら、まあ、批判とか炎上を恐れずに、まあ、炎上しても批判されても大丈夫、
分かってくれる人はね、分かってくれると思うので、逆にこう普段考えとか思いとかを発信していないと炎上とかした時に一気にね、人が離れちゃうのかなっていう気はします。ということで、本日は最後誰に向けたメッセージなのかよく分からなくなってしまいましたが、炎上について、私が考えていることを話していきました。またね、明日も雑談動画撮っていきたいと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。ということで、今日の動画はじゃあこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。